ほらほらほら、暗いとこ怖いになってるし、もう。暗い、怖い、平行みたいな。狭い。あ、スケさんが燃えてる。これ、おばさん、あれですよ。水から4マス離れてるとこまでなんで、真ん中のところは育ちませんよ。だから真ん中にもやるってことそうです、そうです、そうです。わかりました。任せてください。お願いしますよ。おばさんと、あれですね、おばさん。左右対称とかには作んないですね。このえ、違った？真ん中の用水路は。ちょっと待って。1、2、3、4。ほんとだね。なんか対称に作っていくと綺麗ですよ。あ、ちょっと。まだ3個3個やるんだね。3個3個？どうですか、この簡易キーを入れる箱。もうちょっと、長いな、最後の名詞。簡易キーを入れる箱。何が入ってるか、この額縁で、ね、一目瞭然でございます。本当だ、ボタンのようですね、俺。そこにどんどん木を入れていくんでね、好きに使ってください。わかりました。じゃあ木と、一見木と見間違う土をいっぱい入れておこうかな、私は。ここになんで土入れる。ああ、箱もいるね。豚を収穫。豚いっぱいいるな。これなんかわざわざ牧場を作らんでも刈り殺していったらいいんじゃねえかって思っちゃう。なんかいっぱいいるからな、ここらへん。で、これさ、真ん中の水凍っちゃう問題はさ、真ん中に松明置く場所あるから。どうするよ。松明を、置く？置く。で、ここと。真ん中だけ松明一本引いて、水の粒をここに二つ、二本並ぶ。松明ちょうだい、ちょっと。松明って4本しかないな。置けないか。じゃあやっぱ置かないとダメか。じゃあこれ通路ちょっと一つ真ん中に出す。あ、溶けてるよ。溶けてるよ。ほら。溶けたじゃん、ここのやつ。溶けたよ、溶けた。ちょっと実験しようよ。これさ、一晩置いてさ、ここに。これに松明つけてってみようよ。海女さんが中耳炎になったらしいんだよ、海女さん。え、マジっすか？大丈夫ですか？いや、そんなでも激しくない。なんかこう、まあ、中耳炎まではいかないかもしれないですね。聞こえにくいですか？いや、聞こえにくいのは、そんなに聞こえにくくはないです。痛いんだよね。なんかこう、痛い。いや、痛いのも今はだいぶマシです。じゃあ、なりかけっていうか、なりたてっていうか、そんな感じなのかね。まあ、多分自然治癒してんじゃないかなと。もう、松明すっげえすぐなくなるな。結構人間、僕、原始時代。原始時代は、まあ、火を起こすって火打ち石とかで起こしてたみたいな話あるとか。でも結構なんかそれよりもね、灰でね、常に火をね、近くに置いてたんですよ。
何小声で言ってんの？全然聞こえないけど、肺で火を何？いちいち火打ち石につけんじゃなくて、うん、あの肺で常にこう火をそばに置いてたんです。絶やさないようにみたいな。絶やさないように。おお、めんどくせえから。そうです。つける。そうなんですよ。肺って何よ？アッシュ、アッシュです、アッシュ。アッシュ。え、肺は出て燃えかすだろ？うん。火つかねえだろ、肺になっちゃったら。いや、あの、肺の中になんかこう、なんか入れとか、炭みたいなやつ入れてる。で、それをどうしたの？それを、うん、あの、火使いたいときは使って、うん、あのいちいち火打ち石とかやるんじゃなくて、例えばあの最初から火打ち石ってやれば雷とかで燃えてる灰をずっと 大事に取ったみたいな感じらしいですね。しょうもな。え、すごいいい情報じゃないですか。いや、誰かやっぱり言っとかないといけないかなと思って。ねえかな、アマさんもああいう豆知識をいっぱい披露していかないと人気になれないよ。取られるよ、人気の座。まずいですね。まずい。非常に。それ嫌でしょ。尾形さんの出てる動画の方がさ、高評価ついたらアマさんどうする？泣いちゃうでしょ。どうする？まあまあまあ。再生回数に如実に現れられたらどうするよ。まあそれはね、それはもういいんじゃないですか。もう私の時代が終わったっていうことで。始まってもいねえよ。お母さん、なんで階段状にするって言って階段壊していくのさ。せっかく階段状にしてったそばからお母さんに壊されていくんだけど、何これ。あの2段にしようと思って。はい、2段、2マスの階段ってこと？あ、そう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 。なんだ、どうだったの？いいえ、夜だね。うん。あ、お母さん、やっぱりこの空中に松明浮かしてもあれだったわ、溶けてるよ、無事に。本当だね、嬉しいね。あれ、アマさん寝てるな。寝てる、早いな。寝んの早いな。すごい、よっぽど頑張ってくれてたんだ、すごい。そうね、大丈夫、疲れとかねえよ、このゲーム。でもお風呂入ってないよ、ね、お風呂？あ、お風呂作りますか、じゃあ。え、お風呂あんすか、このゲーム。いや、ないけど。水溜めたらいいかって。あ、大変で送ってるんじゃん。大変。それ面白い。あとトイレも作りたいんですよ、トイレ。トイレ？トイレじゃないですか、ここ。ないね。トイレ作りましょう、ちょっと。トイレ？トイレ？トイレ。それいる？トイレ。いるとかじゃないんだよ、マイクラ。そうだね。多分みんながその意見の方が多いだろうね。2段の階段は、はい、どこまでがそのルールにのっとって作るんだ。本人不在だな。あ、あれ、アマさんじゃねえのか、オアさんだった。ソーコムと似てるんだよな、透明。ここちょっと土入れてほしい。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね、これちょっと遠くから見たときに見やすいですよね。まあね、
ずっと聞こってるな。あの人、木に恨みでもあんのかな。老夫になれって言ってたけど、全然ずっと聞こってるわ。なんか木で悪いことあったのかな。やっぱ木はいっぱいあった方がいいでしょう。まあね。木は何かと使えますから。まあそうだね。棒とかね。家建てるとか使うから。まあそっか。家建てたい。ずっと木切ってるな。木切るの好きなんだな。あの人は。生きがいなんだろうね。ちゃんとこう綺麗に切っていきますから、一本一本。そうね、それ大事よね。上までちゃんと切ってるっていうの。うん。すげえ、全然木がなくなってんだけど。そうなんだよ、なんかやっぱあれなんだろうね。昔ベトナムにいたから、ずっとアメリカ国籍でベトナムにいたから、なんかなのか嫌なんだろうね。ブッシュとかもすぐ狩るからね。嫌なんだろうね、人が隠れられる植物に対しては。すごい嫌な思い出があるんだろうね。びっくりしたの、なさすぎて木が。本当にさ、海女さんが通った後はどんどんこう葉っぱしかなくなってくる。もう嫌いなんだろうね、木材。でこういいですよ、木がいっぱいあるとね、家も建てれるしね、武器も作れるしね。そうだね、何かとどのゲームやっても絶対一回は武器っていうよね。どんなゲームやってても一回は言うな、武器。そうですかね。あ、この戦いいいですね。この戦いいいですね。上からなんか降ってくると迫撃砲っていうし。まさに今回の風邪は引きませんね。そうなんですよ、ね、何かと体をすぐ壊す人なのに。今回はなんか無敵なんです。無敵って普通引かなかっただけだろ、ただ風邪。アマさんは中耳炎なんてあんまり病気しないよね、アマさんもね。そうですね。けど珍しいね、しかも体を壊すってのをあんまり聞かないのに中耳炎になるなんて、なかなかのセレクトだよね。うん、病院とか行くとね、中耳炎ですって言うとね、子供のなる病気ですよみたいな感じでこう笑われるんですよ。え、そうなの？子供がなる病気なの、はい、そうですよね。で、子供たちに並んで、うん、なんかスチームみたいなのを花火に突っ込んでこう、あ、空気を吸い込みな、はい、で、仕方わかんない、誰も説明してくんねえから、うん、横の子供見ながら同じようにやって、あ、まあ、じゃあ子供の中に一人だけなんか変な人がいるみたいな感じなの、うん、何やってんのみたいな。そうですね、一回前もね、おととしぐらいになった時にね、おととしにもなったの、おととしにもなりまして、なんか耳くそ詰まってんのかなと思ったら、どうも違うなってことに気づきまして、耳掃除を、ね、何年かぶりに聞きましたよ、耳くそっていう単語。何年かぶりに聞きました今。耳掃除を入念にした結果解消されなかったので病院に行ったという。あ、で結果的に病院の先生から、これ耳掃除したでしょって言われて、はいって言って、うん、これ外耳炎にもなってるよって言われちゃって、どんだけ強い力で、やりすぎた急
部遺伝プラス外耳炎になっちゃってるよって言われて、ね、耳が全部炎症してるじゃないか内耳も外耳もいや、いつもはやらないんですけどっていう言い訳が全然通らなくなっちゃって、それでこう、いや耳掃除しちゃダメだよって全然話聞いてくれなくて、いやいつもはやってない、いや耳掃除しちゃダメだよみたいな、あもう通じないね、話聞いてくれねえみたいな、なんだこいつって思いながら、 RPG の NPC みたいだねそうそう、もう全然話聞いてくれない、いやだから掃除しちゃダメだよみたいな、アマさんのはい分かりましたを待ってるね、そのそうそうそう、なんだこれって何なんだこれうるせえなって、まあそんなんでね、なっちゃいましたよじゃあアマさん結構なんか耳弱いのかな、いやでもね、なったの一昨年、あクリーパーいる、またか、氷、湖の上にクリーパーいる、おととしになったのは違うの、なんか阿波さんのせいじゃないの、いやおととしぐらい本当に本当でこれ初めてぐらいの勢いになりましたよね、初めてじゃないけど中耳炎、うんうん、中耳炎なんか熱とかも出ますよね、頭痛とかね、いやーなんかなんかうん、まだ軽いわけでしょ、小野さんのは。まあこれはね、その中耳炎まではいかないかもしれないな。でもあの鼻にスチーム突っ込んで。それはいや、やり、うん、子供に並んできて、いや、やりたくないんでね。ああ、だから行かないんだ、病院。うん、お似合いなのに。てめえにお似合いの、あっぷれあっぷれ、あ、爆発した、爆発したわ、クリーパー、あら、結局爆発したの、倒してなかったんだ、お、大穴開いちゃったわ、あららららら